はいはい、ということで今日は火山のアーティファクトを取ってボスまで行きたいと思います。あ、火山、火山じゃなかった、雪だ雪山行こうぜ。 No way。 やっか。 No way？ じゃあやめとく。怪我装備もらってもいい？ペニアクションちょっと早く助け来て。ペニアクション働かないせいで作れない。するするする、ウィン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 、ボーン。今日もペリア元気です。でも行かれてない、なんかペリア。ウィン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 。なに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 。あ、これチェーンソーマンの真似。嘘でしょ、ペニ。そっちなんもないよ、ペニ。なに、持ってて、はい。もう重いって。もう重量系はひばじさんに任せる。あいつアルゲンと同じだから。マジー、息してる。みんなの分の金属集めてる。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、マジ。俺もう暇すぎてレベル上げに行っちゃったの、適当に。毛皮は、毛皮装備どこやる？今作ってる。ちょっと誰か毛皮運ぶの手伝ってほしいかも。毛皮こいつ結構集めに。毛皮ね、拠点にいっぱいあるんだよ。あ、了解。もう鉄がね、マジで。え、鉄とりあえず3000あるかな、わからん。それぐらい持ってかる。速攻欲しいんだよ。そう、うん。今戻りま、すん。お前何してる今、世界を感じてる。こいつガチで足事してない。今一瞬クンさん死んだけど大丈夫かな。あ、俺が殺した。なんかその辺のデモスダス、なんか殺しちゃった。え、ちょっと待って、え、もうやることないし、まあやばい、この被害が増える場合に R デッキ横っていうのちょっといらないから殺しちゃっていい。オッケー。あれ、製鉄してたやつって、もう取った、デッキさん取った。あ、死んだ。どんどん死んでいくよ。ティラノサウルスとか結構、あの、見とかれるし。ティラノサウルスは一体殺すよ。いいか。オプション、所有権を放棄。殺すの？ガチじゃん、ガチじゃん。殺すの？いやー、ジョペンヤギが手伝ってくれれば、もうちょっと早く終わらなきゃな。どこと？理解していない状況を。全然ダメだな。うまっ、レベルアップ、総分。おレベルアップに使われてんの、俺のティラノ。逃げろ、お前ら。俺の言うことを聞け。お前、どこにいんの、お前。今、宿敵、拠点います。よいしょ、焼いて。これでデキさん、新しく。鉄あるよ。ありがとう。一番働いてるな、ヒマジ。ナイス、ヒマジン。マジ、通りがしないとダメだな、マジで。その、ガキどこいる？ガキ今、多分、あんな、あそこいる。あの、拠点の中いる。出てきて。出てきて、外出なさい、一回。自分から向かって。外出て、羊のところに来て。レイさん？ペリガキ、お？ペリガキ、おい、お前どこ行ったんだ、お前。あいつ逃げたぞ。え、What's up？ え、俺、羊んとこおるけど。羊んとこ来て、どこいる、お前。立ってて。何が起こるか分かんないから、腰に俺の武器持ってた方がいい。OMG！ ちょっと待って。え、なんかあの、総分が一瞬で食いに行った、なんかペリガキの死体。その間に入れときました。いいね。もらいます。わー、すげえ綺麗に並んでる。え、デキさん、俺も。あ、あるよ、あるよ、持ってきな。いや、あげたくねえな、ガチで。え、なんか今まで動画のなんかね、冗談であげたくないとか言ってたけど、本気であげたくない、今度。あ、もらうわ、ありがとう。デキさん、何してた？え、なんか、ずっとジャンプしてた。木炭がない、木炭ってあったりする、どっか。木炭、焼いてたはずだけど、もうないかな。あ、木炭、多分工業炉に入ってるかな、あまりが。もう切れちゃったかな、工業炉。あ、いや、誰か映したな。もう切れちゃったかも。切れちゃう。俺、さっき使ったから。マジかー。火薬ないとまずいぞ。仕事。今だよ。火薬マジ一個もなくない？ちょっと待って、やばいやばい。なんかアルゲンなんか、こいつ何こいつ。なんか頭バグり散らかしてて。マジふざけんな、お前マジで。日増しに追従してる、もうマジ。すまーん、そいつに鉄持たしてた。もう最悪マジで。お前やん。火薬すら作れないから今、やばい。重火器持ってきたい。ね、重火器持ってきたい。お前はいいよ。木入れてる、木入れてるよ。あ、俺も木炭。ああ、まあこれぐらいあればもう大丈夫。一旦。よし、行こう。行きますか。横さん。ワープ場所はそれぞれで行こうぜ。西の西だっけな。西の西だった気がする。バナランド西の西？そうですね、バナランド西の西。待て、入れてくれ。頼む。うわー、くちー。セーフ。マジン追い出せ。俺、鉄集めてきたから。お前は何集めてきた？屠殺してるとこを観察と火薬を作ったあのさ、初っ端のさ、やったことで観察ってやばくない？意味わかんないでしょ、観察って。ちょっとよし、行きますか。行きますか。どこ行けばいい？こっち来てください。やば、この武器寒っ。え、なんかさ、姫さん、怪我装備着てきてない？もしかして。怪我は着てるはずなんだよ。え、寒くない？待って、これ靴着て、え、何？靴とかあった？あるよ。うわ、それ履いてねえ。お前もう終わりだよ。まあまあまあ大丈夫大丈夫、別に死ね、死ねやしない死ねやしない。どっち、これ上下？後ろっす、後ろっす。あ、後ろ、はいはい、反対側なんで
ちょっとあのブロントサウルスが2体飛べよ飛ぶぞー。あガチでも拠点の近くじゃん。ガチで拠点の近くっすね。えお前それ下降りて呼ばない。おお、なんこれ、なんこれ、なんこれ、俺にぶつかってる。やばい。え、これ下に飛び降りていいのこれ。なんかすっげえ落とされ方したい。いや、こっちじゃないんで。え、どっち行けばいいの？この雪の崖沿い？崖沿い行って、この辺だったかな。雪山拠点のもっと奥でしょ。そう。その後は？雪山拠点行って。ちょっと待って。そうですね。あったやめろ。俺ら行き過ぎてちょっと。よし。あ、ここか。ここっす。ああ。いかにもって感じの。これ入れんの？これ。入れんのか。入れない。あれ？入れない。じゃあボンボで。こいつら引っ張ってきて。え？雨越しできますそれ。え？どうも。おはよう。ドレハンの白クマいる。拠点わかるけどどこがわからんか。とりあえず一旦処理。ん？俺の武器見て。あの、むちゃちゃが頑張って回収してきたミニガン。ああ。モンボで中行きますか。やっぱモンボじゃなきゃ無理だな、これ。行くぞ。なんかあいつらが来てね、後続隊が。迷子バネた。あ、いた。みんな来た。どこ行けんのこれ。いや、右奥見てください。いや、大丈夫。まあ、見てろ。行くぞ。3、2、1、発射。マジ？え？発射？届きません。弾の落ち方エグかった今。よし、いけ。お、いけ、頑張れ。着弾。おお。足りた？右に戦勝。あ、やれてない。165、190。あの、できます。やばい。全員落ちた。できます。あの、アホすぎじゃね？あいつら。いや、アホです。マジか。え、めっちゃいるね。アホです。あ、来てねこれ。アホー言うとる。アホー。おらリロード。やばい、こいつ誰？こいつら向こうシャドウメインってもしかして？ね、こいつら騎乗解除してくる厄介な奴らなんですけど、向こうこれシャドウメインだったらワンチャン。多分向こうだった今。なんかね、国が食らってなかったから隠れてんじゃなくて普通の下にこいつら。うわぁ、死んだ。あるっぽいな。あるわ。殺されたし、死んで。あ、やばい、これ。ちょっと待って。え、どれ？あの、この、このアナグマみたいな。ルビアってやつ。あれ、メスの子いない？メスの子ちょっと。あ、殺したかも。かっけえ、マジでこいつら。あれ？ああ、まずい。あ、一名死亡。一体、ワンダ。まあ、ひまじんさん、拠点から、ちょっと新しいの持ってきて。よし。まだいそう？まだいるね。あ、待って、騎乗解除させられた。助けて。あ、死んだ。うわ、ぼう。あ、かばあ。うわ、ぼう。あ、無理だ。爆速だな。今めっちゃグレネード。あれ？あれ？まずい。ちょっとまずいな。戻るぞ。急いでいい。あ、やばい、俺も下ろされた。あ、やばい、俺も下ろされた。いや、大丈夫。俺は全然張ってるから大丈夫。とりあえず誰かに。ナイス、ありがとう。間に合う、全然間に合う。いやいや、ありがたい。あ、俺がいなくなった、出来横。俺、シャドウメインそのものになってる。シャドウメインそのものになった。俺、シャドウメインになった。あれ？達人じゃん、シャドウメイン。意識が統合された今、シャドウメインに。これ、もしかしてこれ壊せる？草、木とかあったりしますね。はあら、すっごい出ちゃった。ベッド作るために引き返していきます。了解。必ず帰るんで。ベッド作れる？なんとかするっぽい。めっちゃ厳しそう。まずい。これもう一回モンボ入れないと無理だこれ多分。で、一体ずつしか入れない。あの、追加に連れてきても意味ない。モンボがないとこれ入れない。さっき、あ、そっか。うん、これ合ってる姫さん。アーティファクトはあるが、いや待って、もしかしたらもういいかも、いらないかも。マジ？でも多分死体回収しないとまずいかも。まあ死体が回収しないとまずいけど、なんかもうアーティファクトあるから、もう大丈夫かな。その最奥に、まあ、あるにはあるんですけど。アーティファクトなんか、あ、ライオットシールドと、思考のギリーチェストと、思考の、なんかやばい、思考のライオットシールドの手に入れたぞ。お、クソやばいの持ってる。あんまり、でも使い方よくわかんないけど、まあ、とりあえず左手につけとくか。これってのは強いの？ライオットシールドって。割と強いっす。
ちゃんとガードしてくれるんで。うわー、これ下押したらどうなんのこれ。多分即死、多分即死だと思う。え、これめっちゃ怖い。これで行くの危ねえ。ちょっとやべ、一人でやるの怖すぎこれ。思考の布のシャツ、一人で探索してる。ちょっとなんか誰もいないから多分行きそうにないんだよな。ベッド置いてくれないと。オッケー、大丈夫になったり多少は。え、こんなか。で、今入れるわ。絶対無理。マジか。いいよ。そしたらロケランでしょ。いや、ロケランとかでどうにかなる量じゃない。マジ？これ、遠距離からキルできるかも、もしかしたら。あ、でも待って、でもそこ高台になってればいけんじゃね？落としたりできないかな。クンさん、いけそうな気がする、それ。ロケラン打ってスナイパー打ってるしなら。クンさん、あの、ベッド食いちって俺が死んだあたりでいいやろ。うん、その辺でいいよ。待って、サムさん。めっちゃ来てるよー。え、でも多分、待って、これ以上リポップしてるもん。あの、もうリポップしてる。やばい、急がないと。いや、なんかね、なんか下に落ちてってるこいつらバカすぎて。ちょっと待って、これ下に落とすわ、これ。マジですか？いけそう？知能戦で行く。神業ティップスある？もしかして。え、なんか何匹か落ちた、もうすでに。あ、待って、あ、ごめん、ビコさん、俺めっちゃバカなことしたわ。何？あの、一旦あれ、これあ、ガチでやばくなったらもう、今いるうちにベッド置いちゃっていいよ。いや、違うんだよ、モンボで回収してないじゃん、俺。ボウかな。弱いの？俺が走って D の回収しに行くか。殺せるの？なんかどんどん死んでる。ちょっとダメージ与えたら逃げて。え、なんでこれ寒さダメなの？やばい。何が起きてる？恐れおののいて。衰退系の自害してる。待って待って、これ銃口突きつけたらこいつら逃げるから、その性質を利用して今あと6体までに減らした。俺一人でなんとかなるかも。あと2体。あ、ベッドとかいらない、もしかして。ワンチャンいらないかも。あと2体。あ、じゃあ俺やば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 い。私さん中にモンボ入れるね、1個だけ。あ、そファイナルモンボ。ここ頼んだ。じゃあ今めちゃくちゃ危なかったくね。ぶねえ。オッケー、やった、全滅させた。ナイス。まあ、よくやったな、今。あ、ぶねえ。よっ、ぶ。これもしかして、もう一回モンボで入った。ぶねえ。マジ？降りてなかったら死んでたの、俺多分。これ。よし、やった。入り口から、あの、右側に飛べばショートカットできる。アーチパクト入手しました。ナイス。でも、帰る？正直帰れる。もう仕事ないと思うの、ここ。テポートで帰ります。あ、みんな下に回収してないから、それで回収できない。これおじさんの声か。え、俺もう帰っちゃうよ。俺アーティファクト失うのやばいから。はい、これはやばかった。正直クソやばかった。いや、ナイス。あ、いないから大丈夫だ。いるー。あぶね、ちょっと2人になった時はさすがにやばいかなと思ったけど。もう下回収できた。なんかもう終わったかあったよ、ちょっと。まさか一人で。適切に教えて。 NPC が思ったよりバカすぎた。なんか多分銃で狙ったり避けるみたいな、なんかこう AI 組まれてるのか分かんないけど。レベル上げ？レベル上げしてる、普通に。いや、もうだって俺 HP3 万だし、こいつちょっと使っていった方がいいなっていう。ハハハ。 D のガトリンガン強すぎやろ。弾の消費もやばい。一瞬撃つだけで100発消える。え、ボス戦ってやります？やりましょう、このまま。勝てる？いや、勝てるでしょ。だって踏肉あんだけいるんだから。肉で行くの？オッケーオッケーオッケー。え、アーティファクトって1回やったらなくなる？なくなる。あ、じゃあちょっと不肉は、また今度。いや、連れて行こう。え、でも正直いいんじゃない？なんとかなるもん。出来お子さんの見立てだと不肉軍団で行った時の勝率は1%。いや、1%あればいい方じゃない、マジで。逆に。ああ、持ってる。一旦強いの持ってく。え、理論値最大腐肉作った方がいいってこと？つまり。まあ、そっち。まあ、でもまあ、負けてから考えれば一緒。腐肉で行って。いや、行ってみます。腐肉ファミリー？うん。あの、総分は持ってこうかな。ボス戦行くってこと？じゃあ。はあ、はい。なんかもう好きな動物連れてこうぜ。おー。あ、じゃあ。あ、そう。あ、そう。みんなで持ち寄って。持ち寄って。え、待って、弱い狩の持ってこう、俺。やめろ。やばい。ムカデはよくて。弱い狩るのはダメなんだ。ダメ。で、弱いのに来られても困る。普通にガチでやんないと困る。ワイバーン。ワイバーン、飛行生物。がっつり飛んでんだろ、ワイバーンとか。気候が意味わかんない子なんかなって、俺は一瞬マジ心配になったんだけど。あれで行こうかな。あれで行こうかな。いや、ここで一番おふるの、フル株のやつら連れてって。あー、緊張感あげる？緊張感あげる。
ジャスティス田中行く？じゃじゃ怒るぞー。絶対切れる。え、どうす、え、あ、フニックファミリーで行くじゃん。フニックファミリーなんですか？アリエヌファミリーじゃなくて。アリエヌは連れていけない。アリエヌ連れてったら相当めんどくさいことになる。アリエヌとアーケンさん連れていかない？アリエヌ、アーケン、カキカマ、二重アゴは連れていかない方がいいかも。それ以外、ブリーディングしたいってバッカ。でも多分、まだフニック軍団多分ね、大人になってないから。え、子供たちだけで行くってこと？まあ、まだなんか行けなさそう、そういう意味で。だってオビワンですら青年期になった。おー、だからでもまだか。まあ、連れて行けるやつもいるけど、みたいな。なんか、突撃させたい気持ちもあるよね、この辺のやつら。え、相手の HP っていくらぐらいあるの？ボスの HP って。どの難易度行くの想定します？まあ、最高難易度今ないんだよな、足りないんだよな、まだ。あー。アイテムが。一番下？一番下は？一番下は、43万。あー、43万。腐肉たちできるとは到底思えませんな。だから43万分の HP の腑肉を持ってけば。あー、まあ、腑肉ぶつけ合えばまあいけるよ。まあでも相殺すれば勝てるんですよ。 HP2 万の腑肉じゃあ作るまで頑張るってこと？俺ら、そうだね。あー、 HP2 万の腑肉を20体作っていけばまあ理論的には勝てる。まあそっか、押し込まれる。突然変異腑肉を出すってこと？ HP20 回突然変異腑肉作るじゃん。何日ぐらいかかります？何年とかじゃない？あー、じゃあ寝よっかな。強いやつだけ連れてくか、適当に見繕って。え、まあサイとかでいいんじゃない？サイでいいんじゃない？そういえばサイで行くみたいな話あったじゃん。あー、まあサイで行くのありかもね。カズさん、え、ここで麻生テルトを連れて行ってください。いや、麻生テルト死んだじゃん。こいつは、いや、だから、ちょっと待って、話続けるのよ。あの、死んだじゃん。あ、え、麻生テルト、え、これ生きてたの？これ、え、別のじゃない？あ、生き返らしました。え、別の麻生、え、ちょっと待って、お前サイコパスじゃない？だから死んだペットの名前をまた別のペットにつけるのやばくない？ジュニアとかつけるんじゃなくて、まんま同じ名前つける。同じ名前つけてる。マジやばすぎ。ふさん、この麻生テルトは、中ボスの時に生き残ったあのテルトです。あー。てかさ、ディディさ、あれできないの？全員で、イニシャル D みたいなの全員で作れないの？これ。あれね、オス捕まえられなかった。あー。弾がない。これでやったら絶対面白くない？楽しい。絶対面白い。確かに。ただしかも、避けれるから、ちゃんと攻撃を。遠距離だから、だって攻撃手段が。たま5000発以上普通に余裕で必要だと思うけど。どうせフニックも大人にしなきゃいけないからさ、なんか、たま作ってなんかこれでいったりする？サイとフニックと、まあ、それぞれの、え、何匹連れていけるんだっけ？20匹です。それぞれの乗る動物が、まあ、インキャナイスの乗る者がいたとして、6体。え？なんかマジでキモいな、これ上から見たけど。やばいな。やっと実感してくれました？いや、別にキモいっていうだけで別になんか何か変えるつもりはないけど。え、さ、ロケラン持ってなかったっけ、そういえば。ロケランぐらいじゃ死にません。体力が高いんで、この人たち。だけどな、マジで。え、本当に今からちなみに感じる？まあ、準備してでいいんじゃない？だって、あの、陰キャとかいないから。あ、確かに確かに、陰キャ欲しい。だから、まあやるなら、うん、あ、ちょっと待って、敵横、アーティファクト渡しとく。なくしちゃおう。あ、オッケーっす。あ、あれに飾っといてもらっていいですか？あのね、この、ホムクルーズとか、その、いるところに飾るところ作ったんで。1個しか持てないね。これまた行かなきゃいけないんでしょ、これ。1人1個っすね。まあ、カワウソいれば、もうちょっとたくさん持って帰れる。1回か、1回勝負か。え、どうするこれ。ボス戦に向けてやるならなんだろうな。ガチで行くならまあ、みたいな恐竜もいるから。何に行くの、ガチって。家の近くに住んでるデイノニクスってやついるじゃないですか。あれが一番やばい。あれが一番マジでドラゴン特攻って感じ。あの、でもあれいたら大、まあ、絶対勝てるかな、正直。そのレベルだから。だから本当に、まあ、やばくなったら使うぐらいでいい気がする。まあ、とりあえずじゃああれしない？フニック？いや違う、フニックは、フニックは成長待てばいいだけだから。プラスサイとかでいければいいんじゃない？なんかサインはいいけど、あとあれ、みんなであれ乗りたくね？なんかアサルトのやつ乗りたくね？あー、みんなでテイムしに行ったらなんかイニシャル D にみんなで乗って、それすると、これ1人1体で6体で、フニック10体、サイ4体みたいな。まあそれか、もうサイで行っちゃう。サイとサイを人数分と、フニックと、まあ、適当に好きな動物連れていくみたいな。そうね。ユタ好きな動物に乗んないみたいな感じになるしかない。サイはマジで乗んないと話にならないから。確かに。ユーティラヌスとか連れてった方がいい？あ、いた方がいいっすね、マジで。全然違うんで、いるのといない。サイ2匹。フニック10って死にも壊れてるけどな、これ。なんか、野良で話しとく恐竜が多分いない気がする。マシンガンも乗んなきゃいけないからな。そうそうそう、マシンガンも乗る系だから、野良で話しとく恐竜どうする？それじゃない問題は。フニックじゃね。フニック一瞬で全滅する気がするんだけど、大丈夫。ドラゴン行くなら、野良話すやつは、テリジノサウルス
がおすすめかも。プリチロンは確か拠点に行ったらいるのよ。うん、なんかそれのつがいの子捕まえてあげて。あー、テリジノかがいいかな、ドラゴンなら。テリジノ行く？いますか。え、あのさ、もしかしてさ、そのさ、そのディーディのさ、イニシャル D あるじゃん、それロケット砲詰める？でマシンガン詰めるんで、ミニガン詰めるならロケット砲詰めんじゃね？いや、あのサドルにもともとついてる。あ、そうなんだ。これに入れて撃つみたいな感じ。アンドリュー・サルクスのインベントリーの中身に弾入れて撃つ。これ勝手に撃ってくれんのこれ？いや、自分で撃つ。自分でエイムしてちゃんと撃つ。え、ちょっと面白くね、これでみんなでなんか戦うの。アンドリュー・サルクスにするか。アンドリューと何で行く？テリジノ？アンドリューとノラに話すのがテリジノじゃない？あと、鉄も腐るほどいるんか。そう、鉄もいるから暇人鉄で、デキノコペニガキでテリジノやって、事実上デキノコ一人なんだけど、それそうか、うん、で、俺とディディでアンドリュー・サルクス捕まえに行くって感じで行く。頑張るか。いや、大丈夫だよ、ペニガキ。ペニガキいない間にあのボス行って終わらせとくわ。あ、オッケーっす。あは、もう元気が重いですか。うん、つもってってジョニー・デップ。はい。お前ジョニー・デップちゃう。ゼウス、ジョニー・デップです。ノート受けてるな。え、行かない？あ、行こう。じゃあ俺らテリジノか。俺らというか、あなたは。あ、そっか。そうそうそう。ペリガキ何も全然しないから。賑やかしたと思う。そうそうそう。まあ、VC 変えなくてもいいか、どうせ112で作業するし。11？ え ?1？ え、お前は入ってないってこと。じゃあ俺やんないでいいの？いや、ま、何もやんないでしょ、どうせ。俺やるよ。え、じゃあテリジノ捕まえてきてよ。テリジノ？はい。相棒だよ。あの、ちゃんと強いやつだよ。レベル低いの。俺の相棒は、麻生テルト。麻生テルト持ってくの？ボス戦に？うん。持ってくよ。ああ、死ぬだろうな。死なない。俺が死なない。だって体力さ、腐肉以下だよ、うちら。8000しかない。確かに、腐肉以下なのやばいな。それ、ティラノサウルスって8000しかないんだ。腐肉以下じゃん、マジで。攻撃力最高だよ。いや、多分ね、あの、削り切れる前に死ぬ。いや、じゃあ、こいつが特攻隊長なの。あ、死ぬんだ。そう。あれか、蜂蜜持ってかなきゃいけないのか。普通じゃないのか、蜂蜜が今、あの、在庫あるやつが全部腐るからな。蜂蜜でどうするんだっけ。蜂蜜を落として、アンドリュー・サルクスがそれを食べるから、その間に乗り込んで、まあ、騎乗したらわかる。ほら、むずそうだから、敵横さんの方やろうかな、テリジの。マジか。いや、どうせやれねえし、ペニガキ。確かに。じゃあ俺アンドリューの方行く。まあ、行かないだろうけどね。あ、でもあれっすよ、テリジのガチで、マジで作業感あるかも。こっちの方が一応楽しい。こっちの方が楽しいか。じゃあ見学しに行くわ、ディディの。じゃあペニガキ戻っていいよ。嫌だって。退屈って聞いてやる気失ってるこいつ。くんな、お前。もう起きる方にシュギットシュギットヒマジさんの手伝いしてペニガキ。そうだよ。テストに行ってきて。鉄と火薬。鉄と火薬用意しといて。マジやろうぜ、一緒に。鉄。もう鉄集めてるよ。今、俺も蜂蜜の場所をちょっと調べてる。え、蜂蜜って、うん、あるよ。もう全部腐ってた？もう腐っちゃう。黒いなんか木から蜂蜜ってか蜂の巣がちょっと出てて、それぶん殴るとか襲撃で。もう見てみるか。黄色くなってる蜂蜜が。多分見てば分かるはず。オッケー。え、でも分かりっこない感じするな。結構下の方飛んどかない、多分気づけない。あいつが1900。上から飛んで分かるみたいな感じじゃない。なんか生まれてんの？あれ？なんかアーソルプレイ裏が生まれてんだけど。敵横をすり込んぞいて、敵横のやつだからそれ。敵横の子供だよそれ。いらない。俺ここで殺すわ、こいつは。餓死させるわ。なるべく苦しんで殺させる俺は。え、蜂蜜ないんだけど。蜂蜜絶対大っす。蜂蜜がどういうものか分かんねえ状態で蜂蜜探してるから、見つけててもそれがなんか蜂蜜っていうふうに分かってない気がする。あった、あった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 、クさんあった。見つけた。オッケー、拾えた。え、もう蜂蜜もたくさんゲットしたって感じ。あ、拾えた。60拾えたから。あ、じゃあもう十分すぎる。アスガルドの N で。はい。さあ、残り20分。20分で蜂蜜が腐ります。これ着いたよ。まあ、アンドリュー・サルクス高レベルを探すんでしょ。鉄何個ぐらいのケディに。弾の数が鉄の数なので、体力は40万とかでしょ。逆算するといっぱい。1人1万くらいだから6万鉄ぐらい。6万鉄で、ギリ足りるかも。初めて聞いた数字です。ダメージ多分一発30だから。一発30で6万発だから。あ、余裕だな。まあ全然、まあでもまあ多分そんなうまくいかないから。え、鉄6万とかって現実的なの？頼んだっす。まあ一振り1000だったらまあ別にいけるか。60回振れば。その代わり、火薬は54万。54万の火薬の方がやばい気がするけどな、どっちかっていうと。違う、多分やばい。ペニガキの火薬はあれ
ペリガキ火薬なんとかして死んだね死んでる場合じゃない違う違う違うなんすかペリガキ火薬60万個60万って言いました今うんちなみに今回ガチだよ20、50、100、104、145のメスいるよあーもらった方が一応メス100、メス145が多分一番だから145拾うで、クンさんこれはいはい一旦これ着てあーギリースーツかギリー着て、蜂蜜も渡すからこいつバレないように近づいてアンドリュー・サラクスのところにポンって行ってきまーすはいそれで、そしたら騎乗状態になれるからそれで一回乗ったら分かる待てそれだどれだどれだ T ちょっと邪魔だよお前ねそのこのね奥一番奥のやつかこれだ分かったいるいるいるこいつの目の前に落とせばいいんでしょそう食った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 それで乗騎乗一回乗ってみてはいあと分かるわーなにこれなにこれ矢印の方向にキーを押し続ければなるほどね矢印の方を押し続けたらいいんでしょ青くなればいい矢印がはあ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 なにこれ ロデオじゃんそうロデオ大丈夫これああできたとりあえずまずは一体100レベルも一応捕まえとくか頭数にまあちょっとちょっとちょっと嫉妬された嫉妬されてる邪魔すぎ邪魔すぎてかさみんなでさ弓打つのも強そうだよねとりあえず入れとく、ボンボンメビング落としたイクさんん火薬を60万いや木炭どんぐらい見ますか60万いや多分60万以上だよ60万超え頑張れ、ウニヤキ頑張りますあの、蜂蜜、あ、でもまだ持ってるかあるよ、まだあ、じゃあ、それでちょっといたら各自テイムでオッケーほらどっかに絶対湧いてるはずだから、はい、で、拠点にいるのが確かメスばっかなんだよねオスが欲しいオスかいねえなぁ何てっけ ?60 万60万なるほどあるか ?60 万わからん60万やじゃあ、火薬を1個作るのに木炭は何個いるの待って火薬いっぱい何個いる4つ待って4つ2ついっぱいかな何個かって数字を聞いてるそれで今入れてる待ってめちゃくちゃあるじゃんこいつあ俺勝ったわ違う数字聞いてるよ火薬を作るのに木炭はいくつ必要かな火薬を作るのに木炭は4個、はい4個必要なんですね。火薬60万個作るには何個必要ですか？やばいぐらい必要。そういや。4個 ?60 万比例計算っていうのを習ってないんで、その計算ができません。待機計算を習ってないので、ペリガイ君は。習ってるんですけど、本当は。習ってないので、その計算はできません。これからできるようになる。頑張ればええ。1個で4なんでしょ？じゃあ4倍にするってことでしょ？ 1 に対して4いるってことでしょ？うん。じゃあ、6万に対しては ?6 万も4かけたらいいんじゃない ?6 万に4かけたら ?10 万すげえ楽しそうだな。楽しそうな世界だな、そこ。あれ、足した。6万かける4だろ ?24 万。うん。そう。だったら24万超えるのかな木炭が大変だね。なら余裕じゃね俺普通に集まるかもしれない。ほんとに？うん。俺いけるかも。メースのアンドリュー・サルクス。あ、オスの45レベル。ブリーディングする価値はオス100レベメス140レベ140の方が欲しいなとりあえず一応捕まえといて蜂蜜あるのいや蜂蜜で1個しかないからあオス100メス135レベだメスはもういらねえまあいいんじゃないとりあえずこうメス140レベもう1匹にするよまあでもこれでさ人数分はあるんじゃないメスにあるからだって4体捕まえたでしょこれででリスに2体いるから大丈夫じゃない料理しとってくるわよいしょえピニャギ蜂蜜なくなったなんかピュイってなんかやったら消滅したなんか蜂蜜が食われたもんちょっとあんまりちゃう待ってねなんで助けに来たお前いやあのここやばいやばいやばいめっちゃ強いこのシールドえシールドマジで強いあいつ戻ってこい頼むボケろ全く湧いてないんだよ。あ、湧いてる湧いてる、めっちゃ湧いてる。オス150来た。あの、俺は死にます。シールドがもうダメか。シールドが持ちこたえられそうにないです。あの、座標だけ見といた方がいい、心配。ティラのこっち向くな。めちゃくちゃ邪魔。オッケー。ミヤギ、鉄を集めてきた。いや、もうほぼ殺した。ほぼ殺してる状態。あ、ならまあ。何個あるか稼いでみようか。うん。役でペニガキ、鉄を。これで。
お前がこいつ一種しか手に入らん。最悪なタイミングでお前来たの。ミタラプトル初動でいた。初狩りされた。まあ、しょうがないな、これは。救援行こうと。いいか、シャドウ面に行くか。CO アンドリューサルクスはテームしきったかな。テームしきった？うん、オス150手に入れたから。とりあえずはもう大丈夫。よし、OK、回収した。シャドウ面強いな。早いし。帰りまーす。これで鉄アホで焼けるやろ。木炭も焼けるし、悪くない。まあ、あとはなんかもう鉄の量産とかかな。D にさ、それのなんかサドルとかは簡単なの？あ、全然簡単。鉄ちょっとこう1000円とか。あ、じゃあ別になんかもうそこまでのハードルはそんな。でも一応言うとそいつのサドルのランクで攻撃力が変わるから、高ければ高いほど強い。ってことはクエート集会に行くべき。したらマジで勝てると思う。アンドリュー・サルクスの思考サドルは入手できるクレートの場所はどこだ？いろんな洞窟のクレートもあるしかないかもね。中ボスの報酬とかの可能性もあるから。ありそう。思考のサドルさ、攻撃力 500% ってやばくない？1個でいいからゲットしたいな、それ。出れば最大5倍になるから。壊れでしょ。全く違うね。とりあえず、あれだわ、150レベルテームできたから、俺帰るわ。了解。モンボから出しとくよ、適当に。入り口のところで。とりあえず、こっちは大丈夫でしょ。本体は大丈夫。あとはサドル。正直本体よりサドルの方が圧倒的に重要だから。火薬ユニコーンいるんだけど。え、やば。何レベル？考えていいこれ。いいよいいよ。普通に。何レベル？55レベルだけどユニコーンいる。いやユニコーンめんどくせえわ。テリジノ行けテリジノ。ハティスコールで思考のサドル出ましたって言ってる。ああそうなんだ。まハティスコールだったらギガとか捕まえたら周回できんじゃね余裕で。みんなで。まあ、とりあえずギガノート捕まえて、それでハティスコール、あのボス戦をもう一回周回してみたいな。周回しても出るとは限らないよね、でもかなり。そう、一回出てるとは限らないから、うん。頑張る要素だから、ガチで。しかも出れば 100%、500% ってわけじゃないから。そうなんだよね。ツイッターでクレートの品質高くして、コマンドでフィヨルドアククレート出してガチャしてたら 500% のアンドレサルクスってできたとか言ってる。え？あー。まあ、クレート周回か？クレート周回っすかね。